Music Today へようこそ。原田圭太郎です。今現在ホールでオーケストラがお客様のために演奏することがとても厳しい状況になっています。以前のように戻るまでもう少しの辛抱です。皆様とライブ配信を通じて一緒に音楽を楽しめる空間を作りました。ぜひご一緒にひとときを過ごしましょう。皆さんこんばんは。 Music Today へようこそ。 Music Today では皆様とゲストの演奏を一緒に見てリアルタイムでゲストに質問などコメントするライブ配信の番組です。そして Music Today はバイリンガルな番組です。日本時間の夜は日本人アーティストと日本語で、アメリカン時間の夜は海外のアーティストと英語で、英語のリスニングを上達したい方はぜひ英語の方もご覧ください。それでは本日のゲストをそれでは本日のゲストをお呼びしましょう。拍手が聞こえないのでコメントなどで888とか絵文字で盛り上げてください。Please welcome today's special guest, Concertmaster of Tokyo Symphony Orchestra, Gleb Nikitin. こんばんは。こんばんは。こんばんは。グレブさんとは僕と日本語で会話をするのが初めてだと思います。ですよね。そうですね。First time。そうですね。とても普通じゃない感じね。なんかとても普通じゃない感じね。確かにね。そうそう。うん。いつもね、英語で喋ってるからね。そう。いや、皆さんに、I'm gonna first explain a little bit about us. 皆さんにまずお伝えします。グレブ・ニキティンさんは、東京交響楽団の、もう、本当に素晴らしいコンサートマスターで、で、音楽のステージでも、とても仲良くして、たくさんの音、コンサートを一緒に今までやってるんですけど、プライベートでも意外と仲良くて、コンサートの後によく、ロシアレストラン、ね、に連れてっていただいて、一緒にウォッカなどロシアの料理を食べたりしています。グレブさんとはロシアのコネクションも少しあって、僕は大学にアメリカの大学に行ってる間にロシアのサンクトペテルブルグ、そしてモスクワの先生に、指揮の先生についていたので、よくロシアに行ったり来たりしてたんですけど、グレブさんのその音楽の感性、ロシアの感性とかをたくさん、僕はいろいろとロシアの共通の友達もいるので、よくそういう会話をしています。So, how are you, Gleb? 元気？ I'm very fine and very bored at the same time. But, So, should I say everything in English? Use the chance? So, どうしようか。You could say it in English, but if you say some in Japanese, it's good too. 日本語と英語で両方で頑張ってみましょう。How are you? その質問で日本語でぐらいできます。あ、じゃあ、お元気ですか？そう、元気です。とても元気。うん、まあ、私、問題一つは、うん、アドレナリンショックはあるですね、病気。うん、私は、ノンアドレナリンショック。だから、アドレナリンは2ヶ月ぐらい使わなかったから、うん、ちょっと体よく変わってて、今は、突然は、アドレナリン来るだと、なんか、ある中は2ヶ月飲んでなかったから初めて飲んだのはその気持ちです。でも子供たちと一緒に時間過ごしてて楽しいでしょ？そう、楽しい。うん、でも人生でその時間はなかった。うん、そうね、久しぶりのね、時間だもんね。こんなにね、たくさん子供と時間過ごせて。バイオリンはたくさん弾いてる？最近は。1週間ぐらいであまり練習しなかったショックだから、うんうんうん、何練習するはよく考えて、うん、まあ1週間2週間の後は、自分の空へ考えて、うん、全然違うのプログラム練習する、全然普通。ああ、そうね、そうね、確かに。さあ、今日はニキチンさんのプロコフィエフの演奏を皆さんとご覧いただきます。セルゲイ・プロコフィエフ、2つのバイオリンのためのソナタ。グレブ、この曲はどういう曲か教えてください。
そうですね。でも最初はあのバイリンガル2つは私は1人、うん、もう1人は、うん、あの京都市交響楽団のファーストバイリンは中野志麻さんです。うんうんうん、まあ、プロコフィフはバイリンソナタ、まあ、ソロソナタはある2つね。うん、そうね、ソロソナタね、一つのバイオリンのソナタがと、で、二つのバイオリンのソナタは二つあるんだっけ？あ、二つ目はフルートのソナタは、あ、そうだ、フルートだ。ダビド・エストラフためには、うん、あの、そう、プロコフィフは、アレンジして、うんうんうん。と、それは、オープスビスになってるね。うんうんうん、そうね。フルートじゃなくて、バイオリンのバージョンね。うんうん。でも私、プロコフィフのパーソナリティは大好き。あの音楽だけじゃなくてパーソナリティね。うん、彼の、うんうん、手紙は僕は本持ってる。うん、プロコフィフの110年のアニバーサリーで、うんうん、全部の、バイオグラフィーじゃなくて、うん、彼の手紙ね。ああ、手紙。すごい。そしたら、あ、いいですか？いいですよ。その写真後で説明しますね。はい、わかりました。彼のバイオリンのこの2つのバイオリンのソナタは、うん、彼は質問は、I will say in English.、うん、He said,、okay. Is it possible to create something for two violins? Who said? Prokofiev. Prokofiev said.、うん、About his composition.I will try to make something、which is possible to listen,、うん、not boring, for more than 10 minutes.、うんうん、so, the question is it possible or not? うん、うん、okay. プロコフィエヴが自分に質問したのは、バイオリンを2台使っての曲を作れることができるのか。そして、その10分以内での作品で、そのお客様が喜んでいただけるような自分の感性を出せれるようなそのバイオリン2台を使った曲が僕にそれを作曲することが可能なのかというチャレンジを自分に与えました。Okay? それは普通の作曲のお話じゃない。うん、うん、うん。音楽ボーリングかもしれないは、うん、すごいユニークのキャラクターと、うん。うんうん。He didn't want to make it boring. He wanted to make it interesting.そのプロコフィエフがそのつまらないバイオリン2台での曲でつまらない曲を書きたくはなかったので、すごく面白い曲をユニークな曲を書きたかったということです。いつもあのバイオリン2つのプログラムを考えるだと、うん、とても面白い曲はすごい少ないです。バイオリンとチェックはあのラベルとか古代はあります、うんでも2つのバイオリンはデュエットは大体はお客さんは寝る。そうね。なんかすごい、ね、ピースフルで寝る。でも、うん、そうね。その後は寝ないと思います。ああ、面白い。あのね、グライブ一つね、質問があってね、クエスチョンがあって、the person was very surprised about the book that you had, and if.Was wondering if it's in Russian or if there's a Japanese version. まあそれは2001年の作ったの本ね。あのちょうどコフィフの生まれたの後110年、日本語はないと思います。それはロシア語だけなんだ。あのこの主観は全部は書いてる500本だけ。そうなの。500の本しか出版されてない。So only 500 published? そう。すごい。それすごいね。500個しかないの。大切にしなきゃ。You have to don't touch it so much. I have gloves. Do you want me? I can put. Thanks to coronavirus, I have a lot of gloves now. Yes. Yes.ああ、すごい。500の本しか出版されていなかったというこのレアな本なんですけど。じゃあ、why don't we listen to a little bit of music and then we could come back talking about this, Prokofiev. じゃあ、それでは音楽を少しお聞きしましょう。
ちょっと待ってください。Bravo! I'm glad you picked up the most difficult part when I know on purpose to be lost. No, it's fantastic. Oh, すごい、もう素敵な演奏でした。Bravo! どうもありがとうございます。just 一つの、お話は、このコンサートはオフィシャルコンサートじゃなかったわ。後ろで A は見えるから、この京都に住んでるはアメリカ人の、フェイマス画家、有名な画家ね、名前はブライアン・ウィリアムズ。彼はのなんかパーティーのコンサート。オフィシャルコンサートでその後は
めちゃめちゃ緊張すると思います。いやーすごい。いやもうごめん、これはこの曲は全然眠れないよ。起きてられる。眠れない。私も今緊張した。うん、そのそうね。確かに。それは面白い。ね、もういろんな、たくさんの方からもうすごいっていう、メッセージがあったりとか、一つね、面白い質問があって、この、It's asking you, is there any, program notes on this music? Like, is there a dialogue or is there a story behind this music? This particular one? Like, まあ、それはね、彼、外国ために作ってた、そのフランスのフェスティバルの1930年ぐらい、まあ、プロコフィフはそのフランスのお客さんためには何も物語は作れなかったと思います。そうなんだね。I don't know if there is any. I have one question, which is there any Russian themes or melodies or tunes in this sonata? このプロコフィエフのソナタの中にロシアから古き伝わるメロディーなどが入っているんですか、このソナタには。まあ、一般的はプロコフィエフは、ショスタコビッチと全然違うね。そうね。の作曲ね。ショスタコビッチの場合はいろんなロシアのフォルクソンを使ってた。プロコフィフは全部ヴィンテージの自分のメロディー。彼は自分のオリエンテですね。そうね。ロシア文化あまり使わなかった。もちろん、後でソ連に帰ってたの間、からコミュニストの街で行けば、もちろん、フォルクソンは作ってたと思います。でもその間、彼は外国に行った。彼もパスポートは、ナンセンパスポート。ナンセン、スウェーデンのディプロマットのパスポート。という意味は、もう ロシアから出て。そうなんだ。すごいね。もう一つね、質問があって、So asking, saying that it reminds me of the ballet music listening to this sonata. What do you think? まあ、そうですね。でも、バレエミュージックは、それは、のキャラクター。そう、オペラとバレエ、彼は劇場の作曲。それは、多分、人生で、この手紙の本も書いてるわ。人生でお金もらってたわ。大体は劇場から。そうね。そう、彼は特別の才持ってる。才のね。いろんなオペラとバレエやってた。日本はその全部聞いたことはない。そうね、確かに。確かにそれはそう。オペラだと、ファイアエンジェル。もちろん、Love for Free Oranges。バリエだと、からたくさんバリエ作ってた。これは私、ずいぶん前はもう30年前ぐらい、ボルシュイ劇場に働いてた。その間、コフィフオペラとバリエは全部20個ぐらいでやってた。すごい。それ、日本では本当に演奏されないもんね。プロコフィエフの、オペラと。まあ、バレエは少し演奏されるけど、でも、ロミオ・ジュリエットだけだね。グレブにとって、favorite Russian composer number one はプロコフィエフ？いや、そうですね。ごめんなさい。原田さんから前質問もらったから、よく考えて、例えばね、人はお肉食べない人もいる。お肉食べない人ね。魚食べない人もいる。私食べる人。指揮者も。そうね。時々ベジタリアンはあるんですね。そうね。そう。だから、ロシアのチョイスは、チェイコフスキー、ショスタコーヴィッチ。
プロコフィフね、そのまま、うん、ビッグフリーね。うん、そうね。そこで選ぶだと、ベジタリアン、魚、お肉は、私のタイプは全部食べる。はい、はい。そういう説、そういう説明だったのね。そうね。全部が好きなのね、グレブはね。全部好きね。確かにね、グレブ、ロシアの作曲家、ほとんど演奏してるときね、すごくパッションがすごいからね。You're so passionate when you play the Russian repertoire, of course, naturally. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Yeah, that's very true. そしたら、じゃあ日本ではショスタコーヴィッチ、チェコフスキー、プロコフィエフ、ラフマニノフとかいっぱい演奏されるけど、他のロシアの作曲家で日本で演奏してほしいっていう作曲家いる？ The composers that rarely get performed in Japan, but you really want them, their names to be on programs. Who would you recommend? そうですね。まあ、クライテリアね。うん。ロシアのエンサクロペディはメインは、作曲は17人と書いてる。17人作曲家ね。うん。でも、この中で、インターナショナルに行けるの私の意見は、その、うん、じゃなくて、うん、私、子供頃はね、アストロノーマーになりたかった。アストロノーマー。そう。だから、その、作曲は星みたいね。うん、私星の人生は、体重によって、体重は人生は長く生けるけど、重い星はスーパーノーバになってるね。スーパーノーバは爆弾ですごいみんな見えるわ、もう、すごい目立つになる。だから、スーパーノーバ。私と思います、このロシアのスーパーノーバの作曲は日本は全然知らないわ、うん、グラズノフ、グラズノフね、うん、そうね、政治家の問題から彼はソ連から出て、うん、ソ連は あまりグラズノフの曲はそのいっぱいはやってなかったからに日本も聞こえなかったると思いますね。グラズそうね、うん。日本はライモンダとバイオリンコンチェルトと少しサックスのコンチェルトね。そうね。彼は以外は、彼はスター、すごい。スクレアベン、グラズノフ、ラフマニノフ、それは同じレベルです。あとはシニティケ。シニティケね。シニティケの曲はすごいかっこいいよね。天才の作曲。うん、確かに。もう大体リャドフ。うん、それはもうとてもロシアの作曲は、多分原田さんは知ってるね。ラビンスキーのチャンスは、彼はこのストラビンスキーの有名になったは、このファイブヨーツね。火の鳥。火の鳥ね。火の鳥は、最初のオファー来たはリャドフ。リャドフはストラビンスキーの先生だった。でもリャドフはすごいアルコールは大好き。あまり面倒くさいで、ごとに落ちて。ジャギレフのオファーのストラビンスキーで有名になった。でもそうね。リャドフは素晴らしい作曲。あまり日本で聞こえない。あんまり演奏しないね。アメリカでも演奏しない。シネティケとか、あとは、まあ、シュネティケは演奏されるけど、アメリカでは。日本で僕も一回もシュネティケやったことないな。うん。ラドフは絶対やったことないし。うん。あと、もう一つは、スクレアビン。スクレアビン？うん。スクレアビンは、なんか、2番シンフニーぐらいでやってる日本けど、スクレアビンをいろんな曲作ってたオーケストラのためには、私一番好きは、スクレアビンの、The line of light 書いてるそうで、そうね、スクリアビンね。今
全部コンサートはオンラインでやるだと、色はもうできるですね。一般のコンサートできないけど、スクラブのラインのフライトはここで、できる？できる。あ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。そっかそっか。僕はね、結構ね、グリエーが好きなの。あ、グリエーね。グリエー好き。で、今度、東京交響楽団とコンサートをするとき、8月のコンサートなんだけど、それの時に、グリエーのハープコンチェルトを入ってるのね。これは、サマーフェスタミューザー。川崎2020の8月10日のコンサートにグリエーハープコンチェルトをとあとは後半はリムスキー・コルサコフのシェヘラザード、もちろん日本はたくさんシェヘラザード演奏するけどグリエーコンチェルトはねあんまりですね。でしょ？うん、そう思う。リムスキー・コルサコフはグリエーのことはプロコフィフのお父さんに紹介して、そうね。グリエールはプロコフィフのすごい大きな家に住んでたね。私、支度したね、この写真で送ったでいいですか？ちょっと待ってね。私、日のおじさんの写真。はい、ちょっと待ってください。今出します。こちらですね。もう一つの写真かな？こっちかな。そうです。そう。こっちね。はい。それはこの写真は大体は1910年の写真。プロコフィフのお父さんは彼の仕事は友達の故郷のディレクター。そうなんだ。そうです。へえ。私のひおじさんの同じ仕事を別のところやってて。すごい。そうです。田舎で大きな工場でマネージャー、トップマネージャーに今のお話をするだと。本当。1910年頃？そうです。へえ。じゃあつながってるんだね、グライブは。それのルーツがね。すごい。プロコフィフの家族のやってたは、馬作ってるの工場。何を作ってる工場？Horse Breeding Factory。Horse what factory? Horsing factory? Breeding。Oh, breeding. ああ、乗馬じゃなくて、馬を育てるところ。Farm ね。プロコフィフのお父さんの仕事だ。へえ、そうなんだ。すごい大きな仕事で、すごい大きな、よくあって、そしたら、ピエールはホームティーチャーになった。プロコフィフは書いてたの本は、自分の人生の本に作ってた、プロコフィフ。そしたら、ピエールの同じ部屋に寝た、ピエールのことをいろんな、いいこと悪いこと全部書いてたそのそうなんだ。そのこの8月のコンサートにあるハープコンチェルトの作曲家グリエールさんはプロコフィエフの先生だったっていう、もう本当にそこつながりで、グリエールとよく僕もグリエールとルンスキー・コルサコフとか つなげたりするけど、まあプロコフィエフもそうで、やっぱみんなつながってるのね。みんなリレーションシップがあるからすごいね。やっぱロシアの作曲家は。でも私少しGLの、ちょっと深くにバイオグラフィーは読んでて、GLの生徒は、ラコフ。ラコフ？作曲は、私1年で、モスクワ学院で私の先生だった。そうなんだ、すごい。これ一つ、いろいろな質問がね、あってね、一つはね、なんでグレブさんは日本語が喋れるのっていう質問があったんだけど、そのグレブさんの日本へ来た物語っていうのを教えてください。そう、この質問、なんで
しゃべるか、もう一つ質問、なんで上手しゃべれない、これもう質問あるで。でも大丈夫。僕も日本語あんま上手にしゃべれないから気にしないで。そう、あの、私のうちの周りね、今、うん、横浜のうちに住んでるは、周りの子供は、うん、あの、うん、聞こえた噂は私スパイ。でもスパイじゃない。スパイね。そうね。ロシアスパイじゃない。まあ。何歳で、何歳の時に日本来たんだっけ、クレブ。9歳。おー、あの、うん、きっかけは北海道？そうですね。最初。いや、あの、私、ボルショイ劇場で働いてて、うん。あんま、ボルショイ劇場はすごい仕事は、自由の反対。なんか、軍隊みたいな仕事。うんうん、私のスタイルじゃないから、うん、フレンスタイルは仕事いらないから、私外国のオーディションして、そしたら、うん、フィールのソロコンサートマスターになって、うん、その間はあの音楽監督は一志大野さん。そうね、大野さんが、ね、音楽監督だったもんね、その頃は。うん、その後はあのユーゴスラビアのなんかセンスになって、うん、1990、91年、92年、うん、その大変のところで、うん、日本ツアーザグレブフィルトと大野さん私も、うんうん、あの日本に来て、うん、その後それが初めてだった、初めて来たの日本その時初めて、1992、うんうん、そうしたら、戦争でザグレブフィルは止まってた仕事。うん、オーケストラの人は戦争に行った。うんうんうん、でも、私、ユーゴスラビアの人じゃない、あの、クロアチアの人じゃないから、うん、もう、別の仕事を探してた。うんうん、そして大野さんは紹介して、私、うん、札幌1993年で定期2つぐらいでやってて、そしたら、うんうん、のコンサートマスターになった。ゲストとゲストとゲストコンサートマスターで来たの、それともゲストソリストとして来たの？いや、ゲストコンサートマスター。ゲストコンサートマスターで来たんだ。で、札幌交響楽団に入って、で、どれぐらい、そこから東京交響楽団に来た道って どれぐらい、いつ TSO に入ったの？作曲の仕事は6年か、うん。うん、6年。そっかそっか。へぇ、素晴らしい。ずっともうすぐ人生半分日本ね。Half of your life almost in Japan. More than half. あ、no, no. More than...No? Less than half? Yeah, if you count my life from the moment I was born, yes. But if you count my grown-up life, then it's more than half. そうね。大人になってからの人生、その音楽家としての人生ではもう半分以上が日本にいるという、本当に素晴らしい。There's a comment saying, glad that, you know, I've heard your performance with the orchestra many a times, butDidn't realize that you can speak so well in Japanese. So very surprised about that. someone's asking if you can eat natto. Yeah, it's my favorite. Because 大好きなのね。そうそうだ。あの、納豆の味はとてもね、モスクワ音楽院のもともとの、カフェテリアの匂いはちょっと似てるから。そういう変な、もうね、ニキティンね、いつも酔っ払ってんのかね、酔っ払ってないのか分かんないよね。いつも面白い。本当にね、皆さん多分このライブ配信見て分かると思うんですけど、とにかく面白い人なんですよね、ニキティンさん。他にね、何か質問あるかな？Oh, a little comment about the Prokofiev Sonata, that they're saying it's like a pantomime of listening to two pantomimes playing against each other from the sonata. Yeah, absolutely. Absolutely. What I like is
you really cannot say this is the first violin, this is the second violin. Because the material is same level difficulty, and nobody takes more space. So it's a real violin. It's not the first violin and second violin. このその他に関しては、その2つのバイオリン、本当にあのイーブンで、1がもっと難しい、2がもっと簡単とか、そういうのなく、両方ともあの同じレベルで難しさがあるので、やっぱりそういうふうにパントマイムっていうあのコメントにはあのすごく合ってますね。Some people are very surprised that you were in Sapporo with Sakyo. They didn't know that, so very, very, very surprised. Go ahead. Yeah, just one thing that I was playing concertmaster when Kitara made opening. Ah, Kitara no concert hall, Sapporo ni aru subarashii concert kaijo, Kitara hall no opening no concert no toki no concert master wa Grebe san deshita toyukoto desu. Grebe wa yoku ano Okinawa ni mo iku yo ne, oshie ni. So, ano saikin wa ne, Okinawa 2011年は、から小さいあのフェスティバルはね、その間は外国人は、断ったね。あの、福島の外国人は福島はめちゃめちゃ怖いと思いますね。その間来なかったから、僕の友達は、このフェスティバルの参加して、彼は東京交響楽団の元首席チェロは、ベルナルト・ボーマン。彼はあのこのフェスティバル参加して、その後私も誘われた。そうなったんだ。それは沖縄ミュージックカンプ。へぇ。そうしたら、この小さいの音楽のコミュニティは私、デートじゃなくて友達になって、最近は あそこでよく教えます。私よくあの皆さんに教えたいのは、そのよくグレブからあの LINE とか Facebook とかでいきなりビデオがかかってきて、なんだろうと思ったら沖縄でね、リラックスしてるね写真とかね。You always send me 沖縄 photos. It's really funny. Well, 私沖縄大好きです。あのそうね。日本最近は5、6年沖縄に、前は行ったことはない。すごい素晴らしいのところです。すごく縁があるんだね、その日本に。その You have really good, wonderful relationship, a special relationship with Japan because you started from Hokkaido and now you, you know, spend a lot of time in Okinawa.So, 沖縄から北海道まで、本当に日本にとても縁がある音楽家だと思います。I have one more question, which is performing music was such a routine activity for us musicians, but you know, with this world crisis, it's completely changed our lives, style and rhythm, as you mentioned earlier. How has your attitude towards music and performance changed?Well, my attitude is the same. Just I don't have any performance. So, 確かにね。Also, I think that online it is not called performance by the meaning of the word perform. If you play no audience concert, then it becomes not concert hall but the stadium.そうね。あの演その音楽と演奏会に関しての対してのその気持ちというのは別にあまり変わってないのですが、その一つあのやっぱり気になることっていうのは、演奏会というのは、演奏会はお客さんがいるからこそ演奏会、生で演奏するっていう意味があることがことなので、そのライブ配信でコンサートやるのもあのいいのですが、そのお客様の目の前で同じ空間で演奏ができないということに関してはやっぱり違和感があって、演奏会とはあまり言えないとおっしゃってます。What else are in your thoughts? Yeah, so perform means to achieve some result by the core meaning of the word perform. Perform.
その演奏会っていう言葉、その英語ではパフォーマンスっていうんですけど、このパフォームっていうのは人がいるからこそ演奏会になるっていうことにやっぱりそのキーポイントがあると思う。そうです。あのお客さんの嬉しいか、お客さんがあなた嫌いか、結果あるね。うん、そうね。あのお客さんの前だとパフォーマンスはできない。そうね、確かにね。でも、あのこのつながってるの、フィードバックは必要ね、お客さんから。私、今、うん、ちょっと何もしないから、おかしくになってるね。うん、演奏しないからね。うん。お家にいるから、その、おかしさで吹いてて、私、Google で紙書いてた。うん、OK。どうして書いてたは Google で、今、ずっと勉強するは、あの、音楽じゃなくて、Google Classroom とか Google Drive とか Google Meeting とか、その全部勉強するだと、Google は Google コンサートホールは作ったら、このプラットフォームだったら、お客さんはオンラインでフィードバックはできるかもしれない。うん、そうね。多分そうかもしれない。その最近、グレブとも話してて、すごく Google にハマってるのよね。グレブは、Chrome のブラウザだったり、Google ドライブだったり、Google のミーティングのハングアウトだったり、それでやっぱり、なんか、すごく Google マニアになってるね。あとの演奏会がないけど、今はいっぱい Google の勉強してるんだもんね。私、グレブは。札幌歌に大学に教えるから、うん。私、バイオリンだけじゃなくて、オーケストラを教える。うん、そした今リクエ、大学からリクエストは、うん、オーケストラオンラインで教える。うん、難しいね。それは考えるだと、ね、ちょっと頭をおかしい、ね。そうね、確かにね。一つコメントがあって、someone's, this person is very, you know, impressed by the amount of aura that you have on stage, your presence and your demeanor on stage, and has always been a fan of yours, but he didn't realize how funny you are and how hilarious you are, and he's more enthralled in being your fan for, from this day on. So you're showing your humorous character. So very happy to see that. コンサートマスターの仕事は、だいたい、指揮者よりは、コンサートは数は多い。そうね。なんか、仕事の性格を私のキャラクターに入ってるから、だいたいは、普通の人からエンターテイナー になるね。最初に。最初日本に来て、私のビートは、書いてた、エンターテイナーね。エンターテイナーね。そうね。でもね、やっぱりね、グレブね、東京交響楽団でグレブとすごい本当にたくさんのコンサートをやってるけど、やっぱグレブがコンサートマスターの時、すごいオーラがあると思う。もうなんか、大きいじゃない？So、you're big, you're a big guy. だから、なんかもう、何なんだろうね。すごいパワーがもうみんなのパワーがうわー、グレブに来たって言って、もう本当に、なんだ、ちょっとの動きでもオーケストラがグレブと一緒にうわーって動いてくれるから、いつもすごいなと僕は思う。コロナのせいは、私が吹いたと思います。かもしれない。でもね、やっぱり、オーケストラの運転するは、多分指揮者と同じね。そうね。これ、動きはすごい大切。たくさんの動きしないだと、コントロールはできない。私、そうね。だから、もし、必要だけだったら覚えてるだと、すごいオーケストラ、みんなプロフェッショナルから、すごいアンテナみんな張ってるね。ちょっとだけね、だとみんな分かってるね。そのテクニックはね、私の一番好きの指揮者は、前はお話ししたね、の指揮者ね、それは、クエスチョンね。そうね。中で、
私は一番好きはムラビンスキー。ムラビンスキーね。ムラビンスキーは本当こうだったからね。そうそうそう。彼はちょっとだけやればもうオーケストラ全部わかってるからね。うん、確かに。うん。そう、すごい、すごい、そう思う。ムラビンスキー、素晴らしい指揮者で、たくさんの YouTube のビデオありますけど、ムラビンスキーの指揮というのは本当に、最低限の動きでオーケストラがすごくたくさん動いてくれるから、素敵な、ね、指揮者ですよね。僕も好き。うん。いやいやいや。もう、あ、こんな時間になってしまった。本当に、たくさんの方がご覧になっていただいて、本当に、もう嬉しい気持ちでたくさんです。クレブさん、本当に今日はありがとうございます。スパシーバ。どういたしまして。またね。またね、また。頑張ってね。安心の生活にしましょう。はい、そうですね。ありがとう。Thank you for watching. Please remember to subscribe, like, and share this video. ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、そしてこのビデオをぜひシェアしてください。